いすず CKKCJM500。川崎車体南部バスいすず CK は、いすず自動車が1980年から1984年にかけて製造、販売していた大型バスである。形式名の頭文字から CK バスと呼ばれた。リーフサスペンションの主に路線用の CM とエアサスペンション観光系の CA が存在したが、ここでは、 路線用の CM について記述する。CA 観光系については、イスズスーパークルーザー CAK を参照。イスズ自動車の大型路線バスのロングセラーとして18年の長きにわたり生産されたイスズ BU と革新的なデザインのスケルトン車体で登場したキュービックの中継ぎ的な存在として、イスズ大型路線バスのモノコック車体からスケルトン車体への過渡期に、 4年間という短期間のみ、生産されたモデルであった。同時期の短弱車については、イスズエルガエル TECM、EDM を参照。KCJM5201983 年式 LVK、試作車対札幌路市交通局1980年代に、入ると、利用客とバス事業者などから、路線バス車両の冷房車標準化が求められており、 これに対応して1980年、エンジン出力向上と合わせて、昭和54年排出ガス規制に対応するため、BUK からモデルチェンジされて登場した。1983年には、標準仮想の川重車体工業性は、車体前面のリベットレス化を図るとともに、大型方向膜適用が標準となり、また、登場以来別体であったエンジン回転系が、 運転台埋め込み式に変更された。またこの年は一時的に屋根断面と前面方向膜が LV 系と同様のデザインに変更された試作車体が札幌市営バス向けの KCJM520 に仮装された。また中5引き戸を採用する事業者の車両においては中5引き戸の窓が大型化している。1984年 標準仮想の革重車対抗行政は運転席窓を拡大した。同年には昭和58年排出ガス規制に対応するため、後継者のキュービックへのモデルチェンジに伴い製造を終了した。運転席車内シート標準仮想車体は革重車対抗行政で、車体断面、側面、後面は b u 系の車体スタイルを継承しているが、 前面は傾斜のついた曲面ガラスとなり、バンパー形状も含め BUK と印象の異なるものとなった。前面は当時採用例が多くなった大型方向膜を枠内に内蔵できるよう設計されているが、行き先表示を目立たせるためかさらに上側に飛び出した、使用特注する例や、逆に従来通理小型の方向膜を採用している事業者もあった。 車両方面も BU に近いスタイルであるが、バンパー形状やエンジン点検扉の形状が若干異なる。高出力車は、側面のエンジン冷却用ルーバー金網内部に、縦長の板が数本取り付けられている。最初期のモデルは、BU 系で使われていた窓拭きドリワイパーを採用し、床下冷房空気、取り入れ口の金網の間隔が大きい。またモデル名の後に、 マイナス1と刻印されており、それ以降は省略されている。運転席、メーターパネルは大きい長方形1個の中に、両脇に小さな長方形2個を配置したもので、サイドブレーキを引くと、駐輪ブレーキと文字が赤く灯るなど、当時としては洗練されたものであった。ハンドルはそれまでの3点式から2点式の形状に改められた。シフトレバーとギア比については、 BUK を参照のこと。標準車体以外の仮想例では、富士重工業、西日本車体工業、北村製作所、日野車体工業が存在した。富士重工製を仮想したものは1982年までが13型で、それ以降は15型となる。西日本車体工業製を仮想したものは主に 53MC だが、わずかながら 58MC に仮想した車両もある。 日野車体工業性を仮装した国鉄バス向けの車両は日野 RE と同様の車体だがライトベゼルは川銃車体工業性車体と同一のものを使用していた低照射は運転席が若干外反寄りである標準仮装の川銃車体工業性における外観上の違いは前扉のガラスが上向き位置は標準床 窓ガラス位置均衡が提唱である。また、BUK と同じく、富士重工業、北村製作所を仮装した場合は、前輪タイヤハウスの枠を大きく取るため外観上の、異が判別できる。3種類のエンジン、5種類のホイールベースの組み合わせの、車型が存在した。形式名は排出ガス規制適合を示す、K マイナス以下、シリーズを示す、C、エンジン記号。 サスペンション記号の3文字のアルファベットが続き、ホイールベースを示す3桁の数字が続いた。ありがとうございます。